平成25年8月4日、昨年の九州北部豪雨で不通になっていた JR 豊肥本線が全面復旧し、宮地・豊後武田間の運行が再開されました。阿蘇市一宮町宮地の JR 宮地駅で行われた出発式では、JR 九州の広川熊本支社長が、豊肥本線が復旧し、全線つながったことで、たくさんのお客様に来ていただけるよう、復興した元気な阿蘇を PR していきたいと挨拶をし、続いて佐藤義興阿蘇市長が、JR の方々には通勤通学や観光利用者のために、JR 九州さんが大きなありがとうございます。一段とこれで阿蘇がいよいよ元気に。6時54分。始発となる豊後武田行きの列車がホームに到着すると、再開を記念してテープカットが行われ、地元の小学生が務める3人の一日駅長と住吉宮地駅長の出発の号令とともに、列車が武田方面へ走り出しました。その後、宮地駅の待合室の一角に設けられた災害復旧資料館のオープニングセレモニーが行われ、昨年の豪雨で流出したレールのモニュメントの除幕式がありました。災害復旧資料館にはパネルや昨年の豪雨被害の状況を載せた資料が展示してあり、その記録に目を通す人の姿がありました。またホームではたくさんの黄色のてるてる坊主とともに、お揃いの黄色い T シャツを着た住民や内の巻温泉おかみの会、地元小学生による太鼓で九州横断特急を出迎えました。ホームには太鼓の音が鳴り響き、豊肥本線の全面復旧と宮地・豊後武田間の運転再開を祝いました。